明日からの3連休は秋晴れなんですが1日の寒暖差にご注意くださいえ外の様子覗いてみましょうか南高の天気カメラの様子ですはい、今の大阪気温21度ちょうどいいくらいですね明日朝16度まで下がりそうさあ連休の服装のおすすめはこちらですはい、えー、カーディガンなど羽織るものと半袖の組み合わせだと過ごしやすいかなと思います 大阪の気温のウェーブ見ていきますと、今日の昼間二十六度を超えました。この気温が、あの、本当にアップダウン激しいんですね。明日朝十六度、昼間二十七度で、日曜日も十六度、二十八度、月曜日十八度、二十九度と。一日の寒暖差十度以上になりそうです。昼間はカラッとした暑さになりますので、バーベキューの際は、あの、食中毒予防を徹底してください。激しい運動の時も、水分補給をこまめにするよう。 にお願いします寒暖差が大きいのは天気が晴れるからなんですね天気図ですはい連休の空の主役は移動性高気圧です土曜日そして日曜日とこの高気圧に覆われて各地で晴れる見込みです月曜日 中心は東へ離れてちょっと太平洋が湿った空気でパラパラと雨の降る可能性あるんですが日本海側を中心に月曜日にかけて晴れの天気が続くでしょう。3連休のの各地の天気です 京阪神は土曜日も日曜日も、そして月曜日も晴れ。まあ、中部ですね、各地ともに連休通して晴れる見込みです。最高気温は三十度近い。そんな暑さが続き、昼間は半袖日和が続きそうですね。で、あの北部は明日土曜日ですね。ちょっと通り雨の心配があります。で、日曜日、月曜日、徳島や和歌山県内ですね。南部の方で日月と通り雨、注意をしてくださいえ。週間予報を見ていきましょう。 この先来週水曜日に広い範囲で雨が降る他は大きな崩れはありません気温は平年よりもかなり高い状態が続く見込みです旅先はどうでしょうか全国の周回予報です全国的に見ても土曜日日曜日月曜日と連休通して秋晴れとなりそうですね気温はかなり高くて九州など西日本では30度以上の真夏日となる地点もありそうですカラッとした陽気なので旅先 先でも保湿ケアを心がけるようにお願いします最後に洗濯情報です連休通して洗濯日和でしょう土曜日も日曜日も月曜日も洗濯物よく乾きそうです